はい、ヒルムです。今回もバンジョーの風に大冒険実況プレイやっていきたいと思います。前回は、このクイズをクリアして、なんか、エンドロール見たんですけど、なんか、そういうの逃げたなと思って、追いかけます。で、多分今回が、おそらく最終回になると思います。では、早速行きましょう。あ。もう分かりにくいわ。なんかワンアップかな？見えへん。ジャンプ？お。あ、あの入り口つながってんのに、なるほどなるほど。そこいる ?810。足りるんですねー。お、わしはまだまだ奥におる。もしもわしに会いたくて、そしてわしに、あ、ここあれですね、なんか変身してるとこですよね。この奥にはもう行けないのか。いやー、変身させられんでよかったわー。まあ、まあちょっとバッドエンディングで、あのゲームオーバーやったら変身させられてたんですけどね。まあトラウマですけど。じゃあ、見ましょう。おそらく最後の、ピース名。いや、グランチルドの A なんかーい。そこでお前ら行き止まり、わしはそのまーだ上におーる。あ、あー、こっちか。すごい、この距離で迷子になりました。お客さんです。ティンクポット。まあ確かに。まあ言い草ともかく。まあお客さん来たことなさそう。とんでもないことをするんですよ。はい。着たいものは全部足の中に投げ込む。めっちゃ、愚痴られてる。自由になります。あ、そうですか。自由になんかなるわけない。いや、してやるよ。悪いなぁ。んー、あー、余計汚くなりそうやけど。方法を教えてください。倒してやるよ。わかりました。簡単です。シンプルですね。なんか、担いが文句言いそう。いや、わからんではないけど。そうだそうだ。バンジョーだけで無理やで。で、なんか音符ですね。ああ、回復してくれんのね。これ浴びれるのも今回最後か。で、808。足りないー。足りないー。なんか微妙に音符を。遊びきれてなかったのが、ここに来て響いてますね。完全クリア、目指せなかった弊害が。じゃあ、行きましょう。ちょっと、音符を遊びきれなかったのが、ちょっと不安要素ですけど。最終決戦。こんな奴らが来るなんて、
絶対おかしい。信じる。いや、そんなことはない。こうね、戦うしかないな。そら、そうだそうだ。最終決戦だぜ。あ、なるほど、なるほど。あー、きついな、きついな、きついな。カン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 。しゃ。いや。違う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 。えい。どこにいる？あ、多分、あ、違う。さえ見えれば。OK。リバイの開始。ああ、そこは。OK。違う。そうだ、ミスった。
ッケー。あかん、あ、よかったよかった。あ、マジで。え、
たい。途中で来ました。帰ってこっちの森ですね。ここで木を取ることに成功しました。100個ですね。これで100何個とかだと思うので、これで、これが、冒険取れますね。じゃあ、戻ります。これで、あとはず、ますね。出た。ありがたい、ありがたい。閉じ込めたはずの陣地を何回インチキしたんだろう。よいしょ。じゃあ、あれに卵を作る感じですかね。あ、やばいな。いやー。入らない、入らない。違う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 。全員かな？オッケー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 。ああ、そっち、ああ、マジか。もう、紛らわしい攻撃を。避けられない攻撃を挟んでくるとはな。
インチキしようが、ああ。間違えた。あ、しょ。違う。魔女もビビってるね。尋常ねえだ。外した。爪が甘いね。落ちた。うわー、岩が落ちて、なるほど、ほう、閉じ込められた。なんか岩がさ、なんか臭い、同化しちゃってんのがなんかいいよね。こんなわしの運命じゃない。クランゴ急げ。クランゴ、ああ、あの研究員のやつか。しゃあ、ふう、エンディングですね。いやー、なんとか終わりましたね。なんかめちゃくちゃいい女おんねんけど。いやー、あ、キャプテンブラボーや。なんかめっちゃなんか目立ってきてるやん。泳げなくて泣いてた人ですよね。どうほう、ほんと疲れたよ。あ、カズーイさんって呼んでねえよ。うん、まあ確かによく頑張りました、カズーイ。カズミはもうちょっと見習った方がいいと思うで。お、ティングポット。真のエンディングですかね。あ、クランゴさん。トッパー、あ、人参だ、最初の。ボール、ほう。カリウォブル。クワリー、あ、クワリー気分や。グラントリング、ティッカー、あ、最初アリカ、ビッグパッド。あ、こいつ結局倒せないんだよな。グラブリン、あ、ごめん覚えてないわ。多分最初敵やと思う。おー、リッキー、ロックアップ。あー、こいつね、なんか、ちょっとイカサマしてたやつね。
やむやむ。ああ、これあれですね。なんか、羽とか卵も食うやつだ。スニビット。なんか地味に厄介だったよね。わー、みんなのトラウマスナッカー。ブルブル、泡を出してくれた人か。めんどくさいやつでしたね、こいつは。ニューティースピリット、羽で倒したやつや。ウィブラッシュ、なんか、妨害したやつね。あ、卵大好き、クロコタス。フリピッツ。ハスボン、カーネ。ティップタップコーラス。ちょっとラブ、フロッキー。あ、かわいそうな子供たちだ。フロッキー、ソギー。モギー。あ、ちゃんと名前決める。あったんすね。スインク、これあれね。なんか、スリーの飾りね。で、飾りを食べるやつね。あ、こいつは、もう投げるな、投げるな。怖いね、怖いね、もう。チンカー、地味になんか厄介でしたね。あ、鼻ムズムズしてるやつや。イニシエのもの。じゃあ、名前決まってないんや。グラッパー、なんか、100年越し、1000年越しに置けたやつや。スケビ、こいつってなんだ、何の虫なの？あ、砂、うぜえやつだ。マムマム、こいつ、羽じゃないと倒されへんやつや。シスタップ、卵大好き。これ、人めんどくさかったなぁ。あれなんか、神直ってどういう原理だ。こいつもあれだね、倒せないやつだね。なんか、このステージ、羽じゃないと倒せないやつ多すぎるんだよな。やっぱ、こいつは羽じゃなくても倒せる。なんか、基準が、ニブリ、なんか地味に攻撃当たんなかったんだよな、こいつな。もう爆発してきて、めんどくさいやつだ。あ、こいつボスですね。もう羽で倒しちゃってすいません。あ、こいつ倒せなくて、マジでうざかったな。こいつはすぐ倒せるからね。よかったんだけどね。シーマングランプリ。蜂じゃないと乗れないやつ。こいつにはほんと苦労させられたね。ザバス。なんか、羽倒しちゃってすいません。グラブリンフード。なんかあんまり印象にない。なんかこいついちいち移動するときめんどくさかったんだよな。なんか、ジグソーが。あ、チートさん、ありがとうございます。なんだ、木が揺れてる。あ、マンモだ。おい、秘密の写真をマンボゲットした。お前たち、見落としたこと。ほう。そうなんですよね、次回作あるんですよね。ジグソー100個集めてない。99個もすごいと思うねんけどね。ケチ。本当だよ。誰と？
かわいそう。万丈通義仮名。これ、倒したのにゲームオーバーになるって辛すぎる。あれだね、チグソー100個集めないと、あれはね、真のオンプリングが見れないんですけど、一応ここで終わろうかなと思います。今回は最終回ということで、番長と数え大冒険2もすぐにはやらないですけど、いつかやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、それではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。